皆さんどうも、悪魔ハゲドイシーです。どうに顔ついてんだよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好き脈大接走、今日からマドマギコラボだ。どんなコラボか気になるね。まあどんなコラボだろうが、僕にかかれば余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り、メンバーだって適当でいけるでしょ。そんなんで大丈夫か。大丈夫、おならがブー、あっという間に勝っちゃうよ。でも最初のステージは簡単か。どんなやつ出てくる。白いやつ出てきた。あ、こいつは豆腐のお化けだ。なんだよ豆腐のお化けって。あっという間に食っちゃいました。倒すの簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。この調子でどん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 進んでいきましょう。ここも楽勝。おじいちゃんのダッシュぐらいあっという間に終わったよ。おじいちゃんのダッシュなんて全然入るなさそうだけど、どん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 この勢いでクリアしていっちゃったろよ。新キャラもゲット、グララッケーかっけー、おいしいし、とっととクリアしちゃいましょう。またここも豆腐のお化けが出てきて終わりでしょ。豆腐のお化けじゃなくてキューベーね。こいつがあのうっかりキューベーか。それを言うならうっかり8ベーね。キューじゃなくて8だったか。筋少なくてどうもすいません。お金貯まっておにやんま、いっとるいっとる。豆腐のお化けすぐに倒してもうおしまいだ。おしまいししまい、ハゲの前よいしょ、はい終わり。おお、いっぱい出てきた。とんでもないよ、出てきたよ。豆腐の大群だ。豆腐食べ放題はきつすぎる。これやばすぎる量だね。反対攻撃の鬼にゃんまにはびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。でも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 、次から次へと通してお金を貯まっていく。お金さえあればいろんなキャラ出せるからね。まずガオを頼んだよ、一気に消せるぜ。ガオは豆腐大食いチャンピオンだ。オニヤンマはお腹いっぱいになってやられてきました。ただただ攻撃食らってやられてただけでしょ。すごい量すぎて先へと進めない。もう豆腐作り工場じゃないかよ、こんな量。無限に出てきそうだね。こんだけ出されたら一生クリアできないステージなのかもしれない。そんなわけないでしょ。とりあえず出てくる量減ったね。今がチャンス、チャンス取りまして、チャンス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 ってなんだよ。一気にと攻撃だ。やった、くつくつできたぞ。ありがとうございます。そしてここのステージはもうおしまい。おしまい、ししまい、剣の舞、攻撃力アップ。またわけわかんないこと言ってんな。じゃあ下から2番目のところ行ってみましょう。まあここも余裕のよっちゃん89歳、いいよっちゃんとしおり。ここも壁だけで勝てちゃうんじゃないの。いけ若君の犠牲。犠牲って言うなよ、壁の役割大事だから。どんなやつ出てくるかな。ここも結局豆腐のお化け。じゃあ豆腐は楽勝、あんたが大将。はてですが、いざマグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないから。さあ犠牲たち、このまま豆腐攻撃攻撃攻撃だ。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、もう鬼にゃんまが決めちゃうかってその前に決めちゃいました。ここも楽勝のショッショッショー。ここからまたまた大大大大大連勝。まとめて新キャラゲットでラッキーカッキーアイシッシー。僕の勢いは止められない、やめられない、止まらない。乾杯美戦だ。もうどうせ僕たちの勝ちんだったら出てこなくてもいいのに、豆腐のわけ。さすがに出ないわけにはいかないでしょう。全然気づかなかったけど波動を使ってたのね。こんだけ波動出されたら強いんじゃないの。さらにどんどんおかわり出してきた。こいつはきついのか。負け確定。まだどうなるかわからないでしょう。次から次へと出してゆく。これすごい気だ。気づけばもう負けてるかな。まだみんな頑張って戦ってくれてるから。山の一撃強いよ。次から次へと倒してゆく。強すぎる。おやつで例えたらプリングルス並みの強さだ。どれぐらいの強さかよくわからないな。終わったと思いきやまだまだ出してくるのかよ。だけど結局はあっという間にやられてったらね。これが僕の本気だ。
さあこれでここもおしまい。あいっぱい出てきた。また豆腐食べ放題でやばやばかよ。っていうかハドの量すごいな。こんな量でハド打たれたらさすがにピンチピンチ逆らよね。チンピーチンピとか言ってる場合じゃないでしょ。さすがにこんなにハドを打たれたらあいやまもきつい。だけどアフロディーテも厳しそうだね。あとは頼んだガオー一気に倒しちゃってくれ。ガオーだったらハド効かないもんね。ハドどころか全ての攻撃効きません。さすがにそんなには強くないけどね。さあ頑張れ頑張れ押されてるぞ。ここから大逆転だ。ここから逆転テストは0点ツルツル食べれるところ点。またまたところ点が出てきたな。あと少しのところまで来たぞ。もうちょいもうちょい頑張れ頑張れ。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出しならぬ吉田沙保里押し出し。何わけわからんこと言ってんだよ。さすが吉田沙保里押し出し一気にと攻撃だ。そしてあっという間に食っちゃいました。楽勝シュシュの師匠ここもこれにておしまい。ではでは続いて下から3番目ここはどんなステージなのかな。もう結局は余裕のよっちゃん89歳選ばなくさ大事なものをなくすなよ。なんか賑やかなステージだね。先生の頭とは大違い。先生の頭はすっきりしちゃってるからね。ここも結局壁とか出しときゃ終わりかな。みんな一気にいけ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 。急にここから難しくなるかもしれないよ。確かに壁だけだと厳しいキャラがどんどん出てきたな。だったらガタイでっかいおじさん行ってみよう。だけど動き遅いからおじいちゃんよりも遅いからね。たどり着くまでは芋食ってへこいって寝てますか。そんなことしてないで戦い集中集中。でも見たまま出しても勝ちでしょ。ありがとうございます。まだどうなるかわからないって。強いやつ出てくるか。なんか気持ち悪いやつ出てきたぞ。なんなんだこいつは。とんでもない化け物だ。これはもう負けかけて諦めるな。蝶々の羽生えて顔はなんかグニョングニョン足は細。もしかして進化した先生かな。先生こんな風にはならないよ。やばすぎだよこいつってもう終わってる。めちゃくちゃ楽勝のシュッシュのショー。なんだよここ簡単なステージだったのかよ。見た目とは裏腹に分かったね。これぐらいのギャルしゃぶ具合だったらここから大大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 大連勝。もう僕の勢いは止められないよ。もうここもどうせ勝ちでしょ。目つぶってやったって勝てるよ。さすがにそれは無理でしょう。何言ってんの。もうどこに何があるかなんてわかるよ。こっちは何十年もにゃんこ大戦争やってんだよ。2年半でしょ。嘘つくんじゃないよ。ここは焦げ焦げ軍団出せぐんのか。焦げた敵対策してないけども、まあこれだけのメンバーが揃ってればいけるでしょう。アイアンマがあっという間に出してくれるよ。だけど対策してないとどう攻撃してからが大変なんじゃないの。どうせ御霊がいるから対策してるようなもんだよ。まあガオもいるから大丈夫なのかな。正直レベルの差が違うよ。小学生 VS プロレスラーの算数対決だよ。算数だったらどちらかとかわからないじゃないか。グイグイ攻め込んで塔に到着。さあまたの気持ち悪いやつが出てくるのかな。そうかぶってらっしゃい。来たな来たな。ぐちょぐちょちょうちょぐちょぐちょ。変な名前をつけてるな。見たまで動きを遅くして一気に攻撃攻撃。これはもう完璧でしょ。ああだけどおにんにゃんまもやられてる。見たま一人で大丈夫かと言いつつアフロディーテも来てるし大丈夫だね。確かに全然押されてないもんね。押されるどころか押し返せ。みんな一気にいけいけいけ。だけどなかなかやられてくれない。それどころかちょっと押されてるんじゃないの。押されてるんじゃなくて引いています。何のために引いてんだよ意味わからないな。全
全員集合。これで一気に攻め込め攻め込め。相手もこんだけのメンバー揃えられたら泣きながらおしっこちびってるだろうね。子供じゃないんだからそんなことにはならないでしょ。ガサイデカウさん、イントリの一撃。なかなかやられない。おじさんの一撃を食らってやられない。なかなかやるな。結構強いね。強すぎて強く一切あっごめん。チャンネル登録よろしくお願いします。